こんにちは、母ちゃんです。皆さん、今深刻な問題がありますね。深刻な問題？わかった。あれでしょ、 YouTuber、収入激減。そうなんです。 YouTuber の収入がどんどん減っちゃってるという深刻な問題があるんです。今、深刻な卵不足ですよ。ほう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 。で、卵が鳥インフルエンザの影響かなんかわかんないけど。何の影響？鳥インフルエンザの影響ではないよ。いや、一応鳥インフルエンザの影響ってことになってるでしょ。なってるだけよ。まあ何が原因かは、私の口からは言えんけど、とにかく卵が今ないんですよ。で、卵が、もう価格も高騰してるし、スーパーとか行ってもね、今までもう本当に卵ずらーって並んでたのが、なんか本当にちょこちょこってなんかね。なんでなの？まあ原因はちょっと言えん。で、まあ深刻な卵不足ということでね、これはいかんと思って、我が家はね、卵のヘビーユーザーなんですよ。そうだね。で、卵がなかったら行っていけないんですよ、うちらは。卵ぶつけ大会みたいなとるもんね、毎日。毎日。このまま卵がもしね、なくなっちゃって、はい、なんかあのどっかの誰かが人工卵とか作ってるらしいんですけど、あれねビッグね。なんですけど、そんなものは食べたくないんですよ、はい、うちは、はい、というわけで、はい、こんなものを買ってみました。じゃじゃーん。何だと思いますか？え、ザーボンのフィギュア。とうとうザーボンのフィギュアを買ってしまいましたか？あの転売屋から買っちゃいましたって、はい。違います。卵です。お、卵を買った。卵を買いました。別にあるじゃん、そのどこにでも。いや、卵はなくなるかなと思って。おう、マジかよ。そう。卵の缶詰を買いました。缶詰？はい。で、あの、卵って言ってもね、うずらです。はいはいはい。で、まあ、卵には変わりない。いや、全然変わらんし、味も変わらんよ。てか、むしろうずらの方が美味しいぐらいじゃん。まあまあ。で、卵がいざね、何年後かになくなったら嫌だなと思って、保存の効く、このうずら卵の缶詰、いいね、買いました。はい、はい、じゃあもう早速ね、開けて見てみましょう。はい、じゃあ開けますよ。はい、じゃじゃーん。はい、よし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 。じゃじゃーん。これね、もう煮卵になってるやつです。だから開けてもうそのまま食べれるっていうね。ああ、めっちゃいいじゃん。そういううずらの卵の缶詰。ああ。で、この段ボール1個で、何個入りだった？書いてあるやん、ここに。何個入りって書いてある？24個入り。24缶入り。で、さらにこちらは長期保存ができる缶詰でして、約3年間保存できるっていうことで、まあ、3年後までは、卵の心配しなくていい。で、今日はね、これ1個ね、開けて、まあ、中どんな感じかっていうのと、まあ、食べて味どんな感じかっていうのをね、ちょっと紹介していきたいと思います。はい。はい。まあこれね、まあ、卵不足だから買ったっていうのと、まあ、それだけじゃないよね、やっぱり。この非常食としてもね、災害とかあった時も、これすぐ食べれて、で、タンパク質だからさ、いいじゃん。筋トレの後にいいよね。そう、余ったらね、そういう風に筋トレの後とかでも食べれるし、なんであかんのか。いい？はい。うわ、え、もっとなんか飛ばさずね、こっち、もっとぐにゃぐにゃってなるさ、感覚だったらカチカチの、はい、はい、美味しそうだね、結構。うん、まあ、見た目はね。あー、なんか本当にあの、煮物の匂い。いい、もうこれ早速食べちゃって。どうぞどうぞ。はい、全部一気に口に入れて。はい、はい、じゃあね、いただきます。うん、うまっ。うまい、うん、珍しい。いや、絶対さあ、まずいっていうことも、だって俺らのさ、口に合うさ食材ってあんまりないじゃん。
俺らのさ、高貴な口に合う食材ってあんまないよね。いや、めちゃくちゃうまい。ええー、よかったね、よかった。うん。もう、君が、プロで。ああ、そうなの？これ、鳥じゃないよ。これ、鳥じゃないんだけど、なんていうの？なんか、とろける。どういうことなの？トロトロじゃないけどとろけるって。いや、マジでこれうまいわ。残しといてよ、じゃあ、それ。うん。これさ、うん、普通になんかつまみとかでもいい。なんかさ、うん、半年もたんのじゃない？待って。めちゃくちゃ美味しいじゃん。ええー。甘くないの？まあ、それは煮物だから多少甘いけど。うん。許容範囲。全然、うん、許容範囲。だし、結構ね、味がしっかりついてるからね。うん。本当にね、なんか、お酒のおつまみ。マジで？もう一箱買うか。うん。マジでこれさ、夜さ、うん、お酒飲むときにさ、うん。やっぱちょっと太るかな、なんか食べると太るかなとか思うじゃん。うん、でも卵だったらよくない？ああ。これめっちゃいいんだけど。これ。高い？まあちょっと。またブルマ買いしたんか。まあやっぱね、あの、長期保存の食べ物なんで、若干高めだったけど。うん、美味しいわ、これ。めっちゃおすすめです。いい買い物した。うん。珍しい。そうだね。うん。おすすめです。みんな買ってみてください。この、うずらの煮卵。あ、それ、いくら、あ、いくらか覚えてないのか。いくらか忘れちゃいました。大体もう覚えてないの。多分1万円ぐらいじゃない？へぇ。ちょっとね、あの、後で調べて、ここテロップ出しておきます。いいよ、別に出してもらわんで。いや、出すわ。出すんかい。じゃあ、おすすめ、本当に美味しい。はい、というわけでね、今日はこのうずらの缶詰の紹介でした。はい。で、まあ、今後ね、本当に卵不足このまま続くのか、もう鳥インフルエンザが収まったらまた復活するのか、どうなるか分かりませんけど、うん、まあ備えといてね、損はないので。まあそうだね。だから次もう今買おうとしてもまた値段上がってたりしてな、もしかして。うん、まあ可能性あるね。うん。それかコオロギが入っとるか。美味しいし。いざとなった時にも役立つし、あ、そりゃそうだね、うん、いいと思います。はいはい、で終わりましょう。次回は、うん、あれですか、うずらの卵かけご飯やってみますか、動画で。何個いるの？いや、1個で1個で、うん、一口じゃん。うん、どうなのかなと思って。うん、美味しいかもしれない。うん、はい、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。あれ？うずらだったら、俺家で飼ってるぞっていう、そこのあなた。うずらの卵が、じゃあ生まれたら、うちのチャンネルに送ってください。